ダリル・ヤン・マートは、オランダ、南ホラント州、ライズ・ヘンダム出身の同国代表プロサッカー選手。アドデンハーグ所属。ポジションは DF。VSV とネギドでフットボールをはじめ、フェーノールとのユースで育ったが、契約は結べずアドデンハーグへ移り、そこで2007年10月5日に FC ズボレとのリーグ戦でプロデビュー。1週間後のトップオス戦で、 初のスタメン出場と初ゴール。18歳にして、スタメンを掴んだが、クラブは降格した。2008年夏に、ウエストブロムウィッチアルビオン FC へ去ったジャンに、ザイフェルローンの後継者として SC ヘイレンフェーンと4年契約に、サイン。しかしシーズン開幕戦の FC フォレンダムとの、アウェーゲームでデビューした後、怪我で1年を無駄に。結局このシーズンリーグ戦10試合、 カップ戦一試合、UEFA カップ一試合だけの出場に止まった。この怪我によって、ヘーレン・フェーンがクラブ初タイトルをつかんだ KNVB カップ決勝も欠場している。翌年以降は、エール・ディビジクシシの右サイドバックへと成長。2010から11シーズン末に、クラブは2012年で切れる、契約の延長を熱望したが、ヤンマートはこれに応じなかった。 2012年初頭にユース時代を過ごしたフェーノールトにフリー移籍を決め3年契約にサイン。この夏、ルートフォルメル、ジョン・ホーセンスに続くロッテルダムザイト3人目の補強となった。フェーノールトでもシーズン当初からスタメンをつかみ8月26日のヘラクレス・アルメロとのアウェーゲームで初ゴール。そのパフォーマンスによりオランダ代表にもデビュー。 このシーズンで大きく成長した、ヤンマートはフェーエーノオルトで、最多出場時間の選手となり、オランダ各地で高い評価を受けるなど多くの人から、オランダ最高の右バックの評価を得るようになった。2014年7月17日、アーセナル FC に移籍したマティウ・ドゥビュシーの後釜として、入ッするユナイテッド FC に移籍した。2016年8月24日、 ワトフォード FC に移籍した。4シーズンにわたってプレーしたが、2019から20シーズンはリーグ18位で終了し、エフルチャンピオンシップに降格。2020年10月12日にワトフォードとの契約解消に合意し、対談したことが発表された。守備陣の不安が叫ばれていたリバプール FC の即戦力候補として報道される中、2021年1月より、 アドデンハーグへ13年ぶりに復帰、2023年までの契約を締結した。2012年8月31日、代表監督、ルイ・ファン・ハールは、ワールドカップ予選、トルコ戦及び、ハンガリー戦へのセレクションに、プレセレクションに入っていなかった、ヤンマートを招集。9月7日のアムステルダムでのトルコ戦で、ヤンマートは、夢だったオランダ代表デビューを果たした。 2から0で勝利したこの試合では、フェーノールとのチームメイトヨルディクラーシ、ブルーのマルティン・スインディと共に、スタメン出場。本来の彼ではなかったという低調なパフォーマンスで、ハーフタイムにリカルド・ハンラインと交代になったが、その後ドイツ、イタリアとの親善試合で、好プレーを見せて、評価を高め、二千十三年三月十二日の、エストニアとの W 杯予選では2アシストを記録し、 この試合のベストプレイヤーに選出された。2014FIFA ワールドカップメンバー23人に選出され、スペインとの初戦でワールドカップデビューを果たした。しかしグループステージ3試合で低調なプレーに終始し、決勝トーナメントの4試合ではスタメンの座を失った。ありがとうございます。